はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は先ほど書かせていただいたレシピ、はい、そうしましたら、今日は鶏汁アスリートバージョンということで、はい、ちょっと甘辛くお米な汁物、いつも啓太選手は豚汁とか作ってらっしゃると思うんですけど、はい、はい、お願いします。これ全部でいいですか？半分くらいいきますか？あ、はい。目安で3分に、3センチくらいかな。こういうことですよね。ください。はい、やってください。手、気をつけて。はい。僕ずっと顔映ってないけどいいですか？今さらどうしたらいいですか？こんなか。おー、こうか。いい感じですか？はい、弱火。はい、弱火です。 OK です。で、これの上にも青さ乗せていいってことですか？はい、乗せて溶かしながら食べちゃうんで。これを封してる場合じゃない。できたーの方だ。ほら、できたー。ちょ、入れすぎたな。まあいいっすか、こんな。いいっす、いいっす。できましたー。ありがとうございます。完成。はい。じゃあ、ちょっと引き続き、よろしくお願いします。ありがとうございます。対応というのは極めて困難。いただきます。昨日の俺オフサイドじゃなかったな。ん？オフサイドじゃなかった。あれ、うん、俺もオフサイドだと思ってた。あかんやるよ。いやいや、笛が鳴るんだから。俺が追いついてたから。笛が鳴るまでやらないと。笛が鳴るまでやったよ。ちょっとふてくされて外に漏れ出しちゃった。反省してる。いつものトレーニングするわ。はいじゃないよ。髪黒、髪黒。写真じゃないんで、写真じゃないんで、動画なんで。ちょっとお願いサインを。あ、オッケーです。あ、これにしたこれ。小学生1年生から6年生の
千葉とのゲーム1対2で負けました。まあ開幕2節目でまだね勝ちがないんで、まあ僕も早くチームの力になれるようにコンディションを上げてやっていかなきゃなと思います。明日練習試合があるんで、それに向けてこうちゃんと準備してやっていこうと思います。綺麗です、ありがとう。久々に練習試合やって、前に前進できたんで、僕自身コンディションもっと上げてチームの力になれるように頑張りたいと思います。疲れました。また来週、明日休みなんでリフレッシュして、また来週から頑張ります。